めっちゃ体調不良っていうか疲れてる感じですね。なんかいろいろと大変で、論文書いたりとか、学会発表あったりとか、それの集まりの飲みみたいのがあったりとか、あとは職場の人間が病欠で休んで一人でやったりとか、マジきついんですけどっていう、多分疲れてる時は麻痺してるけど、それが終わって休みに入るとめちゃくちゃ体に来るっていうね。だいたい疲れのバロメーターが耳に来るので、突発性難聴一回かかったことがあって、左耳なんですけど、それが多分っていうか来てて、きついって毎回思ってますね。で、夏休みがやっと取れて3日間、そしていつもね、毎月1日ずつ土曜日の前とかに取ってて連休にしてたんですけど、今回初めてその3日間をまとめて取ることになって、土日と絡めてるんで5連休っていうね、そういった夏休みにしてます。はい、山行きたいんですよね。なんかね、登山好きなんですけど、そもそも登山疲れないって話から開始すると元も子もないんですけど、なんか自然というか歩くっていうのって、まあ、いろいろと考えることもあって、あと空気きれいだし、まあ、そもそも登山してる人って、まあ、いい人多いんで、話したりとかね、知らない人とできたりするので、まあ、そういうのもいいですよね。あとは全然別の、知らないところに行ってホテル取ってみたいな、そこの街のうまいもの食ったりとかみたいなね、まあ、そんなこともできるので、まあ、すごくいいですよね。まあ、疲れてる話ですね。頭痛いし、そしてめちゃくちゃ痛い頭痛って、目の奥が痛くなって、目を開けるのもきつくて、そして頭痛みたいなって、一番きついですよね、頭痛の中で。それが、仕事終わって別の仕事をしだす感じなんですけど、それができなくなるっていうね。これちょっと作業できないし、目開けてると痛いから目閉じないとみたいな、それぐらいのレベルですね、になってしまうっていうね、きついですね。そもそもさ、夏休みっていつからいつまでだったっけっていうのを忘れちゃいますよね。学生時代ってどうだったんだろうと思って、大学とかはちょっとずれるんですよね。7月後半ぐらいから、どっちが早いんだ？小中高とかって、海の日ぐらいからでしたっけ？だから7月十何日とか、それぐらいから休み開始なのかな？大学がいつだったっけな？それより後だったかな？だから9月半ばぐらいまで休んでた覚えがあるっていう、ちょっとずれてって、そして、社会人等になるとその夏休みが、3日間ぐらいしかなくなるっていうね、謎のねルールがありますよね。ただ私有給とか代休とかめちゃくちゃあって、しかもそれを消化するのに、だいたい一月2回ずつ消費しないと、なくなりすら、在庫というか、残っているやつを消化しきれなくて、さらに、1年経つと、有給と代休がまた支給されるので、永久期間になっているっていう、今現時点で月、2回休んでも、残りが減っていかないから、どんどん増えていくっていう状態になっております。
まあ、そんな人いると思うんですけど、そもそも、有給取れなくて、有給消化しきれずになくなっちゃうっていう人もいると思うんですけど、おそらくね。まあ、あとは買い取りとかもあったりすると思うんですけど、まあ、どちらもなくてですね、まあ、消えることはあると思うんですけど、消えないように、全部休んだ日とか、日記帳に書いてあるので、なくならないように消費してるんですけど、最高20日になっちゃうので、20日になってしまうと、毎月2日間使うと24日になってしまうんですけど、代休とか、まあ、出張とかね、あと誕生日休暇、夏休みとかいろいろあると、月2日、まあ、さっきと同じこと言ってるんですけど、月2日じゃなくならないっていうね、感じですね。はい。まあ、それも、勤めてる状態だからそうなるっていうわけで、普通に自営業等になった場合、一年中ある意味夏休み状態なのか、一年中労働者、まあ労働者ではないけど、なるみたいな感じになってしまうんですけど、まあね、まあそういう計画を立てつつ、まあ今に至ると。まあ病院薬剤師って言っても、まあ論文等書いてるので、まあどっちもやってる感じですね。うん、まあただ今回の動画は疲れてるっていう動画なんで、超疲れてます。はい。誰か、家政婦さん、そしてマッサージさん、そして整体師さん、私がやるわと思ってくださった女性の皆さん、連絡お待ちしております。それでは。